お。ジュニアゴルファーに真似をさせるならこのスイングが最適でしょう。正しいスイングを学びたいという方はこのスイングを参考にしてほしいと思います。
アダム・スコットのスイングは力強く美しいスイングです。早速分析していきましょう。いいところはたくさんありますが、際立っていいのがバランスです。非常にバランスのいいアドレスです。前傾の角度も素晴らしいですね。膝はほんの少しだけ曲がっています。シャフトはベルトのバックルを指していて、シャフトの傾きが背中の角度に対してほぼ90度です。スイング自体のバランスがいい点も四角で囲って説明します。こう見るとスイング中お尻と頭の位置がアドレスからほとんど変わらないことがわかると思います。インパクト直後でも体の姿勢はアドレスの時とほぼ